皆さん、こんにちは。ドラマ「西部警察」や「危ない刑事」での派手なスタントと渋い演技で人気の舘ひろしさん。歌手としても活動しており、代表曲である「泣かないで」はオリコン最高8位、売上 24.9 万枚を記録しました。70歳を超える現在でもその魅力は衰えていません。今回は舘ひろしさんのご家族や生い立ち、結婚などについてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。舘ひろしさんのプロフィールからご紹介します。本名、舘ひろし。生年月日、1950年3月31日。身長、179センチメートル。血液型、A 型。出身地、愛知県名古屋市中区老松町。最終学歴、千葉工業大学卒業。所属事務所、舘プロ。舘ひろしさんは愛知県立千種高等学校時代にはラグビー部の主将を務めています。その後は医者になるつもりだったようですが、あまり勉強しなかったために医大の試験には不合格。絵画が好きだったことから建築家を目指すことに。2年間の浪人生活を経て千葉工業大学に入学します。千葉工大では千種寮に入りますが、厳しさから夜逃げを敢行。在学中にアメリカのバイカー映画を見たことでバイクに夢中になり、革ジャンにサングラス姿で大型バイクに乗っていたそうです。やがて原宿で俳優の岩城浩一さんと共にオートバイチームクールスを結成。それが芸能関係者の目に留まるようになります。ちなみにクールスは矢沢永吉さんがリーダーを務めるロックバンドキャロルの親衛隊をしていたという逸話があります。翌年の1975年、オートバイチームの選抜メンバーで結成されたロックバンドクールスで活動を開始。舘ひろしさんはボーカルとして圧倒的な人気を得ることになります。舘ひろしさんは当時の東映社長岡田茂さんに誘われ東映に席を置き、東映俳優センターに所属することになります。俳優としてのキャリアもスタートさせた1976年、暴力教室で銀幕デビューを果たし、バイクを乗り回す不良生徒役を演じ、主演で教師役の松田優作さんと殴り合う姿は鮮烈な印象を残しました。1983年に自ら志願して石原プロモーションへ入社。その後は石原プロモーションの主力俳優としてキャリアを積み重ねています。ラグビー部から医者を目指し挫折、浪人の末に入った大学を逃げ出しバイクチームを結成。そこから俳優の道に進むという波乱万丈の生涯を送っている舘ひろしさん。こうした人生を歩むことになる舘ひろしさんの実家とはどのような家庭だったのでしょうか。舘ひろしさんの実家は病院を経営していました。愛知県名古屋市で舘医院という明治期に開業された病院です。父親は内科の専門医でした。そんな舘ひろしさんですが、テレビ番組嵐に仕上がれに出演した際に、西部警察に出演している時はまだ大学に席があったと語っています。大学から逃げ出してしまった舘ひろしさんですが、なんとか卒業してほしいと願っていた母親が、舘ひろしさんが石原プロモーションに所属するまでの10年間、本人に内緒で学費を納め続けていたからです。この事実もあって舘ひろしさんは2021年3月22日に千葉工大特別卒業認定制度に基づいて、入学から51年を経て卒業証書を授与されています。舘ひろしさんには舘啓二さんという弟さんがいます。舘啓二さんは愛知県豊田市で舘ハートクリニックという内科と循環器科の病院の院長をされています。元フィギュアスケーターの村上佳菜子さんも患者として通院していたこともあるそうです。父親と弟が医師で舘ひろしさんも医師を目指していたということなので、舘家は医師の家系のようですね。父親が経営していた舘医院は現在閉院していますが、弟の舘啓二さんが医師の家系を引き継いだため医師家系としての舘家は継続しています。もう少しだけ舘ひろしさんの家系を遡ってみましょう。江戸時代から舘家は現在の岐阜県海津市で代々続いており、庄屋なども務めた有力な百姓でした。舘ひろしさんの曽祖父の父が長男ではなかったので名古屋に転居し、1855年に尾張藩の同心となったようです。さらに祖父は愛知県庁の土木技師をしていたそうです。祖父は英国好きで紅茶を飲むための時間を設けていたそうです。もしかすると舘ひろしさんが建築家を目指したのは
土木技師だった祖父の影響があるのかもしれませんね。そして舘ひろしさん本人も愛車がイギリス産スポーツカーであるモーガンだったり、趣味がゴルフや乗馬などイギリス発祥のものが多く、祖父の影響が強かったことがわかります。そんな舘ひろしさんもご自身の家庭をお持ちです。舘さんは1996年に幸子さんという一般女性と結婚されました。幸子さんは学習院大学を卒業後は航空会社の客室乗務員として勤務していたそうです。そんな幸子さんは驚くべき家系の出身なのはご存知ですか？幸子さんの祖父は TBS 初代会長、父親は丸紅商事の元常務というビジネスエリートの家系のご出身です。舘ひろしさんと幸子さんは10年間の交際を実らせて結婚しています。2人は13歳も年の離れた年の差カップルです。舘ひろしさんは婦人公論という雑誌のインタビューに、僕はずっと恋愛していないとダメなんだ、だから結婚後もちゃんと恋愛はしているよ、妻はよく理解してくれていると答えています。この発言を許せる幸子さんは相当器の大きい方のようですね。舘ひろしさんの趣味は乗馬やゴルフなのですが、妻の幸子さんと一緒に行動することはあまりないようです。舘さんは以前から夫婦は同じ趣味を持たない方がいいと語っているので、あえて夫婦で同じ趣味を持たないというのは舘さん流のこだわりからかもしれません。そんな器の大きな幸子さんの理解のおかげか、舘ひろしさんは結婚して俳優としてさらに深みが増したと評判です。若い頃はハードボイルドで渋い役が多かったのですが、そこからダンディーで色気のある役柄、さらにはコミカルな役までこなすようになり、確実にファンの幅が広がっています。舘ひろしさんの結婚観は独特なものがあり、夫婦でデートはしないと公言していました。もしかすると俳優として生活感や家庭を感じさせることが嫌だったのかもしれませんね。これが理由なのかどうかは定かではありませんが、舘ひろしさん夫婦には子供はいません。しかし舘ひろしさんには娘がいるのではないかという衝撃の噂が流れたことがあるのはご存知ですか？この娘というのが女優の新垣結衣さんなのではないかと言われていました。もちろんこれは全く根拠のないデマです。ではなぜこのような噂が飛び出したのでしょうか？それは以前舘ひろしさんが出演した2007年に放送されたテレビドラマパパと娘の7日間というドラマが原因だと言ってよいでしょう。このドラマは父親と娘の人格が入れ替わってしまうという内容で、その父親役を舘ひろしさん、娘役を新垣結衣さんが演じたことで大きな話題になりました。舘ひろしさんは後に、あの作品のおかげで今の僕がある、と役者として大きな転機になったことを語っています。それから12年後の2019年、舘ひろしさんは第61回ブルーリボン賞主演男優賞に輝いています。その授賞式で、演技に自信がないのでこんな賞をもらっていいのか、と謙遜する舘さんに、司会を務めていた新垣さんが、パパ、おめでとうございます、と声をかけました。舘さんもすかさず、入れ替わってみましょうか、と応じ、ドラマ「パパムス」を思い出すと会場を大いに沸かせました。この様子が SNS で拡散され、舘ひろし、娘、というワードが一人歩きしたことで、この噂になったのだと思われます。芸能人にはいろいろな噂がつきまとってしまうものですが、この噂はなんとも微笑ましいものだったと思います。新垣結衣さんが舘ひろしさんの娘だったら、なんてびっくりしてしまいますが、妙に納得できてしまいますね。二人の迫真の演技のおかげで、ドラマでしたが、まるで本当の家族のように見えていたので、多くの人が、もしかして、と思ってしまったのかもしれません。いかがでしたか？今回は舘ひろしさんの出身やご家族についてお話ししてみました。年を重ねてますます魅力的になった舘ひろしさんの、これからのご活躍に期待したいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。